今日の東京株式市場で日経平均株価とトピックス東証株価指数が上昇し、揃って史上最高値を更新しました。株高の流れが幅広い銘柄に広がっています。日経平均株価は3ヶ月ぶり、トピックスは34年半ぶりに史上最高値を更新しました。今日は自動車や半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが集まりました。 トピックスの終値は昨日に比べて26.29ポイント高い2898.47で、1989年12月につけた市場最高値を更新しました。日経平均株価も332円高い4913円で、3月22日につけた市場最高値を3ヶ月ぶりに上回りました。 企業業績の伸びに呼応する形で,です、ね、株価の方も緩やかに上昇していくこのトレンドが続く可能性が高いと日本株に対する再評価の動きはです、ね、また長い目で見ても続く可能性が高いというふうに考えています。